横の出っ張りは太ももを外に回すと解決されます。どうもパーソナルトレーナーのキンパパです。動画を見ていただきありがとうございます。今回はですね、スキニーとかデニムを履いた時に謎にできる出っ張り、外側のこの出っ張りの部分を解消する方法をお伝えさせていただきます。以前もですね、動画で出したことがあるんですけど、そしたらですね、こんな感じで感想をいただきました。そして3回やって変わった変化がこんな感じ。3回ではなかなかいい変化だと思いませんか？今回はですね、その内容をさらにブラッシュアップさせていただいて、で時間もギュッと少し短縮させていただいて、より効果のある内容をお伝えさせていただきます。ただですね、このエクササイズ、コツがめちゃめちゃ大事です。コツ、スキップしてしまうと効果全然出なくなってしまうので、コツをしっかり頭の中に入れながら、実際にですね、謎に出る出っ張りをスッキリさせて、明日から足が長い状態でデニムを着こなしていただきたいなと、スキニーを着こなしていただきたいなと思いますので、早速一緒にやっていきましょう。それでは今回の重要なポイントを確認していきます。これが頭にあるかないかで効果が全然変わってきてしまいますので、しっかり確認をしていきます。まずは大天使っていう、太ももの外側がですね、出っ張ってしまう原因なんですけど、これは太ももが外にこうポンと抜けているわけではありません。骨盤自体はちょっと前に向かって開いているような感じです。まっすぐの正方形っていうよりは少し前側に開いている台形のような形をしています。前に開いているもので、太ももが前に出てきてしまうと外側の出っ張りが目立ってしまう。逆に前に開いているものにを後ろに隠れてくると、この出っ張りは目立たなくなっていきます。ここが出っ張っている原因はほぼ間違いなく太ももが内側を向いてしまう、内股みたいな状態になってしまうことによって、隠れている部分が前に出てしまうことによって出っ張りが目立ってくるというところがポイントになっていきます。そこでやらなければいけないのは、前に出ているものを後ろに戻していくっていうことが大切になっていきます。これからエクササイズを行っていくんですけど、全てのエクササイズで太もも、これを外にねじる、外に回すっていう意識をしっかり出していただくと、終わった後後ろに収納されて外側が目立たなくなっていきます。またお尻が外に垂れてた分が中にしっかり寄って、お尻のボリュームが出ていきますので、しっかりですね、内に向けたものを外に回す、外に回す、外に回すです。3回言いました。もう1回言います。外に回すっていうのをしっかり意識しながらエクササイズを一緒に行っていきましょう。それではエクササイズを一緒に行っていきましょう。全部で6種目です。まずは股関節のストレッチから、うつ倍の状態から膝を開いていきます。膝を開いたら足の付け根に手を添えていきましょう。そのまま体を内側にねじっていきます。手の位置は股関節のあたりに添えてください。体を内側にねじることによって太ももは外に回っていくっていう動きをしていきます。今回のポイントは太ももを外に回していくっていうところなので、まずはそのストレッチを行っていきます。普段使っていない硬いところが伸びていく感じです。しっかり動かしていきましょう。OK、 そしたら反対側も同じように行っていきます。足の付け根に手を添えて、体を内側に入れながら、しっかり太ももを外側に回していきます。自分では太ももを外に回してる気にはならないと思うんですけど、体が内側を向いているので太ももは外向きになっています。添えている手で少し中に押してあげると、より股関節のあたりがストレッチをされていきます。しっかり動かしてほぐしていきましょう。OK です。そしたら次は膝立ちになっていきます。片足を横に伸ばしていただいて、股関節のところに手を添えて、体を横に倒していきます。足を中にはめ込んでいきながら、内ももをストレッチしていきます。これ体が前に倒れてしまうとうまく伸びないので、しっかり真横に倒していきましょう。股関節がぐっと中にはまり込んでいきますので、内ももが硬い方は内もものストレッチになっていきます。それでは足を入れ替えていきましょう。同じように足を横に伸ばしていただいて、足の付け根に手を置きながら横に倒していきます。
股関節を中にはめ込むような動きをしながら、普段あまり使えていない硬くなっているところにしっかり動きをつけていきましょう。ストレッチをしていただくと、この後のエクササイズ動きやすくなっていきますので、しっかり動かしていきます。はい、 OK です。そしたらですね、次は横向きに寝ていきます。横向きに寝ていただいたら、足を真下に伸ばしていきます。その状態からかかとをくっつけたまま、つま先を開いていきます。かかとを離すように床と平行ぐらいまで太ももを持ち上げていきます。そうすることによって、お尻の横にキュッと力が入っていきます。今回のポイントは、太ももを外に回す、そしてそれをキープするっていうのが大切になっていきます。つま先が閉じてしまうと全く効かないので、しっかりつま先を開く、これは太ももを回していることになります。その状態をキープしながら、しっかり上げ下げを繰り返していきましょう。お尻の横がジン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 だんだんきます。さあ、お尻の力を逃がさずに、しっかり上げてください。お尻の力逃がしちゃいけないです。逃がしたくなると思うんですけど、逃がさないでください。OK です。そしたら、さらになんと上に上げていきます。もうお尻の横がギューッとなって、うーってなると思うんですけど、しっかり上げていきましょう。ただ上げすぎてしまうと、ほぼ骨盤の動きになってしまう可能性があります。上の腰を引き上げるのではなくて、あくまで股関節を使っていきます。足を遠くに伸ばすように意識しながら、35度ぐらいを目指して上げていきましょう。ただやっぱりポイントは、太ももを外に回した状態をキープしたまま上げるですので、膝が下を向いたり、つま先が下を向いたりするのではなくて、上向きに太ももをしっかり外に回したまま上げていきます。お尻がギュッとなって、足が取れそうだと思うんですけど、もう一息です。はい、 OK です。足を下ろしたいと思うんですけど、下ろしません。その状態から膝の曲げ伸ばしです。膝の位置できるだけ変えずに、なおかつ太ももを外に回した状態をキープなので、膝は少し上向きを意識しながら、膝の曲げ伸ばしをしていきましょう。もう足を下ろしたいと思うんですけど、もうここのキープの時間が長ければ長いほど、横側がすっきりして、お尻の形もプリンとなっていきますので、もう一踏ん張りです。膝の曲げ伸ばしをしっかり行っていきましょう。もう足取れそうな感じで、お尻ジン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 来てると思うんですけど、もう一息いいです。もう一踏ん張りいきましょう。力を振り絞って膝の曲げ伸ばしをしていきます。OK です。でもまだ終わりません。最後の力を振り絞って、もう一種目です。太ももをしっかり外に回した状態、一番最初に言うと、かかとをくっつけたまま、つま先を開いているような状態をキープしたまま、足を前後に蹴っていきます。これは大きく動かす必要はないです。しっかり太ももを外に回した状態をキープしたまま、そうするとお尻の筋肉がギュッとなっているので、その状態をキープしたまま前後に蹴っていきましょう。大きく蹴れば蹴るほど骨盤だけの動きになる可能性があるので、しっかり股関節から動かすっていう意識をしてください。お尻の力逃がさないです。もう足取れそうな感じになってると思うんですけど、もう一息です。終わった後、お尻上がってるし、太ももの横がへこんでます。
すっきり長く伸びた足を手に入れるためにも、さあここもう一踏ん張りです。はーい、オッケー、お疲れ様です。でもまだ反対側ありますんで、反対側に行きましょう。今ちなみに足比べていただくと、お尻とか太ももの横のすっきり具合全然違うはずです。じゃあ同じように横向きに寝ていきます。そのまま両足を伸ばしていきましょう。かかとをくっつけたままつま先を開いて床と平行くらいまで持ち上げていきます。今回のエクササイズのポイントは、もう外に回した状態をキープし続けるっていうのがポイントになっていきます。しっかりつま先を外に向ける、膝を外に向ける、これはイコール太ももが外向きになってお尻の筋肉が働いてるっていう目安になりますので、その状態をしっかりキープしたまま動かしていきます。だん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 お尻の横がジン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 してきてると思います。ただそれはしっかり効かせられてるっていう目安にもなりますんで、ナイスです、いい感じです。さあもう少し動かしていきましょう。はい、 OK です。そしたらさらに上げていきましょう。下の足は曲げていただいて大丈夫ですので、やりやすいように下の足は曲げてください。上の足は35度ぐらいを目安に上げていきます。骨盤の動きにならないように足は少し遠くに伸ばす意識ですね。ただつま先が下を向いてしまうと全然効かなくなります。なのでしっかり太ももを外に回す、外に回す、その意識をしっかり持ちながら足を上げていきます。太ももの横や前ももがきつい方は膝が伸びすぎていて、なおかつ足が前に行きすぎてしまってます。自分の感覚としてはですね、斜め後ろに上げるくらいで体の真下に足が伸びているような感じになりますので、無意識に足を上げていくとだいたい前に行ってしまうので、そこはちょっとですね、後ろ気味に上げてみてください。さあ足取れそうになってきてると思うんですけど、もう一息です。はい、 OK、 でも足下ろしません。外に向けたまま膝の曲げ伸ばしです。できるだけ膝の位置を変えないようにしていただくと、お尻の横がもう本当にきつくなっていきます。だん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 そのきつさを逃れるために膝の位置が前に来るんですけど、あれなんかちょっと楽になったなと思ったらもう要注意です。それはもう膝が内側を向いているか足が前に来てしまっているので、しっかり膝を外に回す、太ももを外に回す、そして足の位置は少し後ろを意識していただいて、お尻の横を効かせていきましょう。足が取れそうな感覚、どん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 強くしていきましょう。ただこの後、終わった後は足がすっきりするし、お尻の形もしっかりできてます。その未来を想像しながらしっかり鍛えていきましょう。さあもう一息です。はい、 OK、 そしたら床と平行です。床と平行、スラッと長く伸びた足を手に入れるためにもここ大事です。しっかり外に回して股関節がはまった状態をキープしながら前後に蹴っていきます。つま先が内側を向いて太ももの横がボコッとしてしまうと足は短く見えてしまってもったいない、そんなのはもったいないです。なのでしっかり太ももを外に回して前後にしっかり蹴ることによってお尻も上がるし太ももの横もすっきりします。そんな状態の方が良くないですか。ならもう一息です。もう一息だけ踏ん張っていきましょう。さあ足が取れそうになってきてると思うんですけど、ここでもう一踏ん張り、外に回す意識忘れないでください。もう一息、もう一息、もうちょっとで終わります。はーい、 OK です。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。どうですかね、外側じーわーに来てないですか。それぐらい普段使えてない筋肉をしっかり縮めることによって、前に出たものを後ろに収納することによって外側を目立たなくさせていくっていうのが今回のポイントになってきました。外側の出っ張りだけではなくて、お尻のたるみがなかなか取れない方たちも、太ももの骨が内側に向いてしまうことによってお尻の筋肉が外に垂れてしまっている。そうするとですね、なかなかエクササイズしても取れないです。根本原因はお尻の筋肉ではなくて太ももが内側を向いていることなので、しっかり外側に回してあげることによって外側に垂れたお尻が中に引き上がっていくっていうところも実現することが可能になっていきます。これはエクササイズももちろん大事なんですけど、今回みたいにしっかりキープをする、キープをした時間を長く続けていくっていうことが根本的な解決をするときにはですね、結構大事になってきますので、ぜひですね、外側に出っ張りで悩んでいる方、お尻が垂れているのになかなか回復しないっていう方はぜひやってみてください。ということで今回の内容は以上となります。ぜひですね、エクササイズやった感想とかぜひコメントしていただけたらとても嬉しいです。それではですね、また次回動画を上げていきます。ありがとうございました。